空挺館は千葉県船橋市の陸上自衛隊奈良市の中東地内にある展示施設である。前身は1911年に騎兵連隊を馬見所として天皇や皇族が馬術などの干渉を目的に建てられた迎賓館用途の建物である。奈良市の名所の一つ。第二次世界大戦前までは東京帝国大学陸軍士官学校。 陸軍騎兵学校の卒業式には天皇が臨席のもと行われていた。その中でも騎兵は当時の陸軍の中心を成していたことから重要視されていた。また、明治天皇は単なる騎兵隊の戦術のみへの関心に止まらず常に乗馬、馬術にも慣れ親しんでいたことから東京都目黒区駒場にあった同学校に行行するとともに卒業式の当日に行われる 舞台練舞や個人馬術等の演目は必ずすべてを騒乱していた。1887年頃に行われた終業式においては雨の中すべての演舞が終了するまで全身ずぶ濡れで立ち尽くすなど側近や陸軍内部内で論議が起きていた。その中、1911年に明治天皇が陸軍騎兵実施学校へ行行する際、 専用のお旨見どころとして創建されたのが空挺館の起源である。その後、1916年に同学校が奈良市の薔薇に移転した際には、お旨見どころも移築され、天皇、皇族が各種馬術や卒、就業式を観覧するための迎賓館、入隊した皇族のための宿舎として使われていた。昭和時代後期は新中軍に接収され、 司令官の宿舎として使用された。そのため内部にはペンキで塗装されたり、エ字ジが彫られた跡が残されている。愛称として、迎賓館、後続館、後続舎などと呼ばれていたが、1962年に空挺館と改名された。現在では、1階には陸上自衛隊第一空挺団の資料が展示され、2階には空挺部隊の歴史として、 帝国陸軍聖診団の資料、帝国陸軍騎兵関係資料、兵器関係資料が展示されている。空挺館の平面図と立面図建物はコロニアル様式を基調とする様式だが、陸軍内の施設のため、外観はほとんど装飾がなく簡素なものとなっている。創設当初は2階ベランダの上に千鳥ハフがついているなど和洋混在の外観だったが、 一築の際に一部改築が加えられ、現在のような洋館らしい姿に整えられた。晩年の明治天皇の体力に合わせた設計がなされており、正面の玄関を入ると、すぐ傾斜の緩やかな帝王階段があり、バルコニーの手前のホールに至るようになっており、バルコニーに至る動線が最短になるように配慮されている。当時、バルコニーからは、 二宮台と呼ばれた馬術の訓練地が展望できたと言われている。窓に使用されているガラスは建築当時のままであり、よく観察してみると窓ガラス表面に歪みが確認できる。各部屋はシンメトリックなプラン構成のもと配置がなされており、角質感は段差がないゆとりのある動線で結ばれている。内部の角質入り口上にはペディメントが付けられ、2階ベランダの 扉には、菊後門の模様が彫られているなど、簡素な外観とは異なる重厚な装飾が施され、陸軍の形式というよりは、宮中の施設の形式に近い仕上げがなされている。1992年に、船橋市指定文化財に指定されたが、防衛庁の働きによって2年くらいで、解除されてしまった。保存に向け修復計画が進行しており、一部の 市民の寄付と協力によって補修工事が行われた経緯がある。この建物は当時の奈良市のバラと明治天皇の関わりを知る手がかりとして貴重であり、専門家の間では活用しながら保存をしていくことのできる国の登録有形文化財への指定を推進している。建物がある第一空挺団では4月と8月に祭事が行われており、空挺館も一般に開放されている。 ありがとうございます。